な遊びでイエーイイエーイ、あいうえおあいうえお、ひらがな遊びでイエーイイエーイ。一緒にひらがな遊びをするのだ。はあ、面白そうです。僕もやります。ワイもやりますぜ。私だって負けませんよ。僕にもやらせて。僕も僕もスカピー。俺様だってもちろん。んどう。ところで、ひらがなって何かちら。僕もわからないのだ。はいはい、ひらがなとは文字の一つです。こんな風にいろんな形をしていて、一つ一つ読み方が決まっているんですよ。へえ、そうなのだ。あよし、僕もみんなと一緒にひらがな遊びをするのだ。賛成。さあ、まずはじめはこのひらがなです。ビデオを見ているみんなも一緒に考えてね。あいうえおあいうえお、ひらがな遊びでイエーイイエーイ。わからないのだ。これはあというひらがなです。さて、これはあで始まるあるものです。何かわかりますか？これはこれはメルモンだ。メルモン、わかりました。アヒルですね。その通りです。アヒルです。ですからこれはアヒルのアです。アヒルのアアヒルのア。さあ次はこの文字です。アヒルエオアヒルエオ、ひらがな遊びでイエーイイエーイ。うぎゅーこかしら。残念、似ていますが違います。これはイです。これは犬のイです。イヌのイ。犬のイ犬のイ。さて次はこの文字です。わかる人はいますか？あいうえおあいうえお、ひらがな遊びでイエーイイエーイ。じゃあ大将くん。そうです、その通りです。正解はうです。すごいのだ大将くん。さすがは大将さん。ではこれを見てください。これがなんだかわかりますか？見えへんな。
てつとむくんのうさぎさんを助けたことがあるのだ。だからわかったのだ。そうです、これはうさぎのうです。うさぎのう、うさぎのう。それでは次です。僕が言いたかったのはこれです。鉛筆。そうです、鉛筆の絵。あいうえお、あいうえお、ひらがな遊びでイエイイエイ。え、ん、ぴ、つ、の、え。鉛筆の絵。鉛筆の絵。ここで一句。鉛筆で笑顔の絵を描く、えらいわい。じゃん。絵が4つも入っているところはよくできましたね、マイドくん。それでは次はまずあるものの形を先に見せますから、それが何かを当ててください。ヒントはおで始まるものです。お化け、おもち、ちくわ、おにぎれ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 。はいはい、それでは正解を見てみましょう。ここまでやったことをもう一度やってみましょう。はい。あいうえおで始まる言葉。あで始まるのはアヒルのあ。いで始まりまちゅ犬のい。うで始まるでうさぎのう。えで始まるで鉛筆のえ。おで始まりますおにぎりのお。あいうえおで始まる言葉とどんどんどん。さあ今度はみんなでしりとり遊びをしましょう。ただし最後にうんをつく言葉を使ったら負けですよ。まずはしりとりのりから始めます。りで始まる言葉をみんなで考えましょう。はじめはしりとり。りりりす。す、す、すいか。か、か、かに。に、に、にわとり。ゴリラ。ラ、ラ、え、えっと
ライオン。ライオン。ハム太郎くん、最後にんがつく言葉はいけませんよ。あ、そうだったのだ。次はかきくけこで冒険なのだ。ここはどこなのだ。すんごく気持ちいいぜ。カラスさんの上なのだ。カラスのカ、カラスのカ。ここはどこだ？ひりんのひ。びっくりしました。キリンさんの頭の上です。キリンさんはひで始まります。ごめんなさい。一体どこに来てしまったのでしょう。あれ、ハム太郎くんが見当たりませんね。くまのく。どー、くまさんのくです。くまさんのくく、く、くまさん。かきくけこは名前の缶詰。カラスのカゴちゃんカカカ、キリンのキコちゃんキョロキョロキョロ、クマのクマキチくんくんクマシャン、ケムシのブラザーするのだ。おお、向こうに何か見えるぞ。さしすせそうは寂しい言葉。猿が泣いたよ猿猿猿、鹿も泣いたよシクシクシカ、スズメも泣いたよスイスイスイチョ、セミも泣いたよミンミンセミ、空が泣いたよ雨ザーザー、さしすせそうは寂しい言葉、ザーザーンガザー。さしすせそうで始まる言葉。猿が泣いたよ猿猿猿、
シカも泣いたよ、シクシクシカ。スズメも泣いたよ、スイスイスイちゃん。セミも泣いたよ、ミンミンセミ。空が泣いたよ、オメザザ。さしすせそうな寂しい言葉、ザザンガザあ、虹の上って気持ちいいのだ。いいところですね。本当ですね。おい、あれを見ろ。あそこに何か見えるぜ。お城なのだ。ひらがなって書いてありますよ。面白そうだぜ。行ってみましょう。あーえー、それあーイエーイよーほー。皆さん、ようこそひらがなキャッスルへ。私はエンジェル。これから皆さんをお城の中に案内します。それではまず立ちつてとのドアを開けて進んでください。立ちつてとはおいしい言葉、卵とくるくる大将くん、ちくわとせいくらべちびまるちゃん、つるつるつるりんつきみうどん、てんぷらのせててんどんどん、トマトのうえをどんどんトマト、たちつけとはおいしいことばかたんだら。文字当て遊び。わあ、美味しそうな種です。あ、うん、っと、これは、うん、子牛さん、子牛さん、私と一緒に文字当て遊びをしましょう。正しく答えられたらご褒美にひまわりの種が食べられますよ。ではまずこれを見てください。これは何ですか？おいしそうな卵です。そうです。それではこの種を並べて卵のたの字を作ってください。よし、頑張ります。できました。正しくはこうです。あら、残念でした。子牛さん、それじゃあ次の問題よ。今度は頑張りますよ。それではこれを見てください。これは何ですか？美味しそうなちくわです。そうですね。それでは今度はちくわの血を作ってください。よし、今度こそできました。字はこうです。残念でした。悔しいです。それじゃあ最後の問題よ。今度はこれ。美味しそうな月見うどんです。そうです。それでは今度は月見うどんのつを作ってください。今度こそできました。さあ、それでは見てみましょう。はあ、正解よ。やりました、かなちゃん。いただきます。さあ皆さん、次は何ぬねのの部屋よ。つるつるするって気持ちいいのだ。何ぬねのはすってんころりん。
ナコロリン、にんじんころんでにっころりん、ぬりえはぬるぬるぬっころりん、ねこがねころんでねっころりん、のっぽくんのりまきのっころりん、なぎぬねのはすってんころりん、こんころりん。みんな、次はアテッコお絵かきタイム。ハヒフヘホで始まるものよ。ビデオを見ているみんなも分かったら答えてね。まずはこれ。ヒントは、歯で始まるものよ。何かしら。それじゃあ続きを書くわよ。ハリガネ、ハンペ、ハンペ、ハマグリ、ハンペ、歯医者さん、ハイなのだ、わかったのだ、僕なのだ、歯はハム太郎の歯なのだ。それでは正解を見てみましょう。よくできました。歯はハム太郎くんの歯です。さあ、それでは次はこれ。火で始まるものよ。さあ、ヒントはみんなの大好きなものよ。正解。火はひまわりです。さあ、今度は「ふ」で始まるものよ。少し難しいわよ。ふわふわ、ふりん、食われちゃった。ふねやってみてみたい。ふはフクロウでした。分からなかったのだ。さあ、今度は当ててね。へで始まるものよ。なんだっけ、あれ、あ、わかった、ヘビだ。そうです、ヘはヘビです。さあ、ハ行の最後はこれ。ホで始まるものよ。よくできました。ほは星です。さあ、皆さん、歯のつくものはどれ？ハム太郎。じゃあ、火のつくものは何？ひまわり。ふはどれかな？
作ろう。手はニョロニョロ動くもの、どれかしら。ヘビ。最後はホ、どれかな。キラキラ光るものよ。星。いやヘビヘビヘビ。本日は毎度オンステージにようこそおいでくださいました。それではまず1曲目、マミムメモーカリマッセ、お聴きくだされ。マミムメモはモーカリマッセ、毎度毎度でモーカリマッセ、みかんはいらんかモーカリマッセ、むしかんごむしむしもうかります、メガネをかけたらもうかります、モングラのモモハンもうかります、マミムメモはもうかります、ドドンガドーン。マミムメモでかくれんぼ。やあみんな、今度のこのコーナーではみんなと一緒にかくれんぼをするのだ。まずマミムメム、はいはい、まずはじめに絵を見せます。その中にマミムメモの文字が隠れていますから、それをみんなで探してください。そうなのだ。毎度みんな、このワイのグレートな歌でマミムメモを覚えたでしょろ。ブワッと探しましょう。ブワッと。はいはい、それではここはマイドくんに任せて。まずはマですぜ。マはこんな形をしてましたな。では探してや。見つけたのだ。正解。さすがはハム太郎はん。次はこれですぜ。みでは。見つけました。正解ですぜ、リボンちゃん。次はこれ、むですぜ。見つけた。メガネハンとマフラーちゃん、正解ですぜ。私とマフラーちゃんの2人で見つけました。2人ともまだかくれんぼの途中なのだ。ああ、そうでした。みなはん、残りは目とモですぜ。しっかり探してくんなはれ。よし、僕も見つけました。さあ、それではワイのワンマンショーの続きを。ではっと、おい、毎度、いい加減にしろい。余裕よの歌は俺様が歌うじゃ。大将くんのお歌、きっと素敵でちゅわ。とっても聞きたいでちゅわ。リボンちゃん。よし、頑張るじ。余裕よ。ヤギさん、やっぱり屋根の上。雪が降ったら雪だるま。よがつくものは？あ、夜になったのだ。正解。夜は夜の夜。さあみんな、ラ
ディルレルのスロープを登って、最後の部屋で王様がみんなを待っているわ。ありがとう。エンジェルちゃん、何か書いてあるじ。皆さん、これはわというひらがなです。これは何でしょうか。ワニです。ワニのわ。それでは続きを。これは、離してください。今のはなんだったのだ。とにかくこれがわです。そしてこれがわわ、どんちゃんなのだ。どんちゃんだからんで終わりですね。そうだったのか。王様ってどんちゃんのことだったのだ。あいうえおは楽しい言葉。